以上。ねえ、サテン寄ってかない？いいね。夏希もどう？あ、ごめん、私バイトあるから。夏希がバイト？飯行こうぜ、飯。あ、もう腹減ったのかよ。何がだよ。車だよ、車。車に決まってんだろ。ああ、調子いいよ。いい感じで乗れるようになってきた。へえ、エンジン変えてからあんなに乗りにくいって言ってたのにな。劇的に変化したんだ、タコメーターつけてから。早いぜ、今うちの車は。チッ、一度でいいから行ってみたいぜ、そんなセリフ。なあ、今度峠で横に乗せろよな。いいけど、かわいそう。どういう意味だよそれ。失神するなよ。わっ、あんたこと言うんだこいつ。ケーたくみくん。何見てんの？あの、ちょっと聞いていいですか？なんだ？池谷先輩はどういう風にしてメカに強くなったんですか？え？どういう風にって言われても、俺高校の時から単車とかいじって遊んでたからな。自分で車買っていじるようになるとどんどん面白くなるんだよな。気がついたらいつの間にかメカ好きになってたんだ。たくみ、お前ずいぶんメカに興味出てきたな。いや、やっとわかったんだ。なんとなくなんだけど、例えばタコメーターつけてエンジンの回転数を上げたら車自体の性格までガラッと変わっちゃう。メカ次第であんなに走り方が変わるなんて思ってなかったから。ドライバーの操作でできることは限界あるわけだし、速くなるためにはもっといろいろな知識を身につけないとダメだなってつくづく思ったんだ。たくみが目覚めた。やった心配だ。確かに、ついこの前夏頃までは86って呼び方すら知らなかったのにな。だけど秋名のダウンヒルに彗星のようにデビューしてからは連戦連勝だったよな。バトルで引っ張り出すのにみんなで苦労したこともありましたね。そうそう、あれも今となっちゃいい思い出だよ。俺バトルなんて嫌いなんだよ。ピンなのに減速しねえ。なんだ今の。挑戦されたら必ず受けなきゃなんないって、そういうの嫌いだし。ガムテープデスマッチでも何でもやってやる。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が早いのか。俺が抜かれるなんて理解できないんだよ。これは俺のバトルでしょう。俺は俺のために走るんです。違いの怪物をバトルの相手に選んでしまった。やつは一戦ごとに進化している。
あの、俺の方が早かったとはそんな風には絶対思っていませんから。藤原拓海、お前は早かったよ。また会おう。匠のやつ、一つバトルするたびに進化してますよね。うん、特にこのところ意欲的だよな。ほんと急成長だよ。あれ、白の FC。 いらっしゃいませ。とりあえず廃屋満タン入れてもらおうかな。はい。やっぱ赤城の白い彗星、高橋涼介だ。はい、よく満タン入ります。ちょっと話したいことがあるんだけど。え、バイトが終わってから会えないかな。俺とですか？ダメか。時間がないならまた出直すが。いえ、別にバイト終わればあとは暇ですから。それなら終わったら電話してくれ。これが携帯の番号だ。はい、待ってるぜ。ありがとうございました。おいおい、匠、一体何だったんだよ、高橋涼介の話って。わかんねえよ。あ、お前何顔赤くなってんだ。いや別に、あ、自分でもよくわかんないんだけど、上がっちゃうんだよ、あの人がそばに来ると。はあ、え、県外遠征チーム。そうだ、このエリアから少数精鋭のメンバーを集めて県外の峠に遠征し、地元の走り屋たちにバトルを仕掛けていく。各地のコースレコードを塗り替え、伝説を残して解散する。俺には残念ながらあまり時間が残されていない。あと1年ぐらいをリミットと考えている。それまでにどうしてもこのゲームのエンディングが見たいんだ。単刀直入に言おう、お前のテクニックが欲しい。俺たちの遠征チームにドライバーとして参加しないか。俺が？お前は俺の連勝記録を止めた男だ。もちろんこれは俺のゲームだから、協力してくれればそれなりの見返りは提供できると思っている。見返り？お前は才能とセンスだけでここまで走り続けてきた。だけどそろそろ壁みたいなものに突き当たるはずだ。壁を越えてさらにその上の領域へ向かうためには、正確な理論に裏打ちされた走りが必要だ。速くなるためには知識が必要だと自分でも気がつき始めているんじゃないか。俺にはわかるんだ。なぜならお前は俺の弟とよく似たタイプのドライバーだからだ。圭介さんと？天性の才能に理論が加われば無敵だ。お前が一番必要としていることを俺が教える。そういうことは走りの現場で体験しながら覚えるのが一番なんだ。俺たちと一緒にやろう。返事は今すぐじゃなくていい。考えてみてくれ。はい。いい返事を待っている。何でも1年間だけ限定で活動して解散する県外遠征のスペシャルチームらしいんだ。すっげえ ものすごくすっげえビッグニュースだよ。早く池谷先輩に教えたいよ。頼むから大げさに騒がないでくれよな。俺まだ全然迷ってんだから。何を迷ってんだよ。だって俺初めてバトルしたの今年の夏だし、まだ半年も経ってない。車に興味が出てきたのもついこの頃だし、
俺なんかにチームのメンバーが務まるのかどうか不安なんだ。何言ってんだよ。お前中1の時から豆腐の配達で峠を走ってたんだろ。大丈夫だよ。ああ、俺も雑用係でも何でもいいから入れてもらいたいよ。すごいよ、すごすぎる。俺のライバルはますます遠いところへ行ってしまうよ。とにかく昨日から頭が混乱してて、そのチームに入る前にやらなきゃならないことがいくつかあるような気がするんだ。すげえ、高橋涼介の話ってそんな要件だったのか。ねえ、ものすごいビッグニュースでしょ。ああ、高橋涼介って言えば俺たち走り屋のカリスマ、うん、連戦連勝の峠のキングだからな。うんうん、もっともその連勝記録をストップさせたのが匠だから、うん、その二人が合体すれば強力なチームになるだろうけど、うんうん、俺はなんか複雑な気分だな。だって匠は俺たちアキナのヒーローなのにさ、それをレッドサンズに取られちゃうみたいな気になんねえか。俺は匠がどんどん外へ出ていくことには賛成だよ。あいつにはもっと大きく成長してもらいたいからな。うんうん、1年間だけ高橋涼介に預けると思えばいいじゃないか。はあ、県外遠征か。俺たちも昔同じようなことを考えたな。行けばいいんだ。匠は秋名の峠で収まるような器じゃないさ。エンジンブローは負けなんだろうな。もしもし。そうだけど、あのすいません、昨日の話とは関係ないことなんですけど。いや、全然関係ないってわけでもないかな。俺教えてもらいたいことがあるんです。エンペラーのチームリーダー須藤恭一のことか。はい、その須藤っていう人はどこへ行けば会えるのか分かりますか。恭一は俺の古い知り合いだ。連絡を取ろうと思えばいつでも取れるけれど。俺チャンスがあったらもう一度あの人と走りたいと思っていたんです。そうか、どこでやる気だ。向こうの地元に行こうと思って。京一のホームコースは日光のいろは坂だ。向こうでやるなら半端じゃなく手強い相手だ。見かけによらず負けん気が強いな。あえて不利な敵地へ行こうという発想が気に入った。そいつは速くなるために絶対に必要な資質なんだ。はい、藤原豆腐店。もしもし、あの竹内ですけど。ああ、匠いないな。え、いない？出かけたんすか？車で。あの、どこへ？知らないな、そんなこと。ここがいろは坂か。地図で見ると同じ名前の道路が2本あるから変だなと思ったけど、来てみて理由が分かった。
上りと下りがそれぞれ一方通行で別な道路になっている。こんな道路もあるのか。それらしい車がもうすぐこっちへ上がってきます。兄貴いるか。圭介か。どうした。情報が入った。秋名の86がいろは坂に。そうか、やはりな。なんだ、知ってたのか。まあな。それにしてもあいつリベンジのつもりかな。おそらく単純な勝ち負けにこだわっているわけじゃないだろう。あいつは多分何かを試したくていろは坂に行ったはずだ。来た。なんだ前の86とは音が。ちょっと前の話になるが、渋川にあるちっぽけな修理工場に妙なエンジンが非公式なルートで流れてきたって情報をキャッチした。妙なエンジン。今はなくなってるけど、昔グループ A というツーリングカーレースが盛んだった。覚えてるだろ。え、まさかグループ A のエンジンなのか。十中八九間違いないはずだ。グループ A の AE101 に搭載されていた TRD のエンジンなら NA の転録ながら1万1000オーバーの回転域で240馬力を絞り出す超高性能ユニットだ。おそらくそいつがストリート用にデチューンされてアキナの86のボンネットに収まっているんだ。しかしいくらレース用のエンジンでも NA の 1.6 リッターから絞り出せるパワーには限度がある。そうだ。86を修理したのか。はい。俺が赤城で言ったことを覚えているか。俺と競り合えるだけのいい車に乗り換えるまで勝負を預けておく、そう言ったはずだけどな。この車は前の車とは違います。俺にとってはこいつがいい車なんです。ダメですかこれじゃ。いいだろう。俺にとってやり残したバトルだ。ここで蹴りをつけてやる。俺が注目しているのは馬力じゃない、曲がりだ。そのエンジンを乗せることによって運動性能が飛躍的に向上する。もともと曲がりに強いあいつのコーナーワークにさらに磨きがかかる。今日一のミスファイアリングシステムと互角の戦いができるかもしれない。勝負は下りの一本。麓まで降りたところで道路は3回橋を渡る。最後の橋を渡り切った地点がゴールだ。お前が先行で俺が後を追う。ゴール地点まで俺に抜かせずに逃げ切ればお前の勝ち、抜けば俺の勝ち。それでいいな。けどそれだと不公平な条件だと言いたいならそれは俺に対する侮辱だ。このいろは坂は俺の地元だってことを忘れるな。そのくらいのハンデをやらないと勝負にならないってことだ。言いたいことがあるなら終わってから聞いてやる。始めるぞ。いろは坂の下りはまるでジムカーナのコースに急勾配をつけたようなもんだからな。どんな奴が来てもここでは強一にかなわない。ジムカーナで鍛えたテクニックを持つ強一は
低速コーナーの鉄人なんだ。少しは速くなっているな。ターボとは違うメカチューン独特の加速の伸びだ。だがいくらチューニングしたところで所詮は86、こっちは350馬力だ。程度の細工で俺のミスファイアリングシステムに対抗できると思っているのか。どんな車が来ようと俺はここでは負けられない。赤城で凌介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃さねえ。ぴったり食いついてくる。ともかく行けるだけ行くしかない。もうすぐこの勾配も終わる。86もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられない。このコース最大の落とし穴は、嫌というほど続く超低速セクションに慣れきった感覚がすぐには高速サイドに対応できないことなんだ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。高速サイドへ一発で切り替えられる奴はいない。たった一人の例外を除いては、赤城の白い彗星高橋涼介、あいつだけは。橋、もうすぐゴールなのか。一つ目の橋、急勾配セクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやるぜ、須藤恭一流勝利の方程式を。二つ目、足の上からカタパルトのように打ち出される高速コーナーの右、低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。視覚的な錯覚で道路が狭まり、外へは寄せきれない。鼻面さえちょいとねじ込んでしまえば、この勝負もらった。三つ目の橋、足の上でインとアウトが入れ替わる。俺にとってはいつも通りのフィニッシュだ。並んだ時点で何もかも終わっている。見えた、行くか。行け。何、バカが死にてえか。オーバースピードだ。曲がれくれ。曲がる、曲がってくれ。俺の86。行けるか。今日のバトルは3つ目の橋に入る切り返しの左が全てだった。
普通の86ならあそこは曲がれない。というよりも普通の神経ならあんな突っ込みはしない。確信はあったのか？俺、見えてくるんですよ。あの時も自分の車の外側のタイヤがこれから通っていくラインがはっきりと見えて、ギリギリを通せると思ったからブレーキを抜いてそのまま。うまく説明できないけど、俺いつもそうなんです。見えた時は行けるんです。そうか。不思議な車だな、それは。誰にでも乗れる車じゃないが、認めてやる。いい車だ。そうですか。俺の負けだ。機会があったらまた会おう。めちゃめちゃ嬉しいけど、勝てた気はしないな。引き分けだろうな、公平に見て。おい、たくみ、起きろ。ゆうべは随分遅かったな。どこに行ってた？いろは坂。なあ、親父、俺これから先こういうこと増えるかもしれない。ギリギリに戻ってそのまま配達とか、そういうこともあると思う。配達の時間までに戻ってくれば文句ねえよ。それより、ほれ。ああ。居眠りでもして豆腐壊されたくねえからな。水をこぼさねえようにしっかりと走りな。わかってるって。じゃ、行ってくる。聞いたぞ。いろは坂でエボスリートやったんだってな。そんなこと、もう知ってるんですか？そういう話は伝わるのが早いのさ。もうすぐ冬が来る。俺たちの県外遠征が本格的に始動するのは、路面凍結のシーズンが終わる来年の春からだ。来るんだろ、俺たちの新チームに。兄貴のタイムリミットがあと1年ならば、その1年間は全力を尽くして兄貴の夢のために俺は走りたい。兄貴が情熱を傾けている壮大なゲームのエンディングにどんなカタルシスがあるのか、俺はそれを知りたい。兄貴のコーチを受けて1年経てば、お前はシャレにならないぐらい強くなっちまうだろう。だけど俺はそれを上回るレベルに完成してみせる。その時まで勝負は預けておく。1年後、俺はお前に勝ってプロを目指す。メジャーな世界でビッグになる。来いよな。一緒にやろう。すげえ。なんてすげえ人たちなんだ。それ本当っすよ。マジでエンペラーの須藤といろは坂の下りで一本バトルになったらしいんですよ。それで結果は？匠が言うには引き分けだそうです。引き分け？ああ、でも匠のやつ満足そうでしたよ。そりゃあそうだろう。須藤の速さは折り紙付きだし、なんといっても敵のホームコースだからな。それにしても新しい86のエンジン、ひょっとしたらとんでもない代物かもしれないぞ。え？匠のテクニックがすごいってこともあるだろうけど、ランエボと互角に渡り合える戦闘力だとしたら、それこそが重大な事件だと思うな。重大な事件？そう、匠が初めて自分の全てをぶつけられるマシンを手に入れたってことだろう。ああ。アキナの86の本当の腐敗神話はこれから始まるのかも。いらっしゃいませ。ハイオク、20。ハイオク20リッター入ります。
あ、ちょっと待った。え、やっぱ15でいいや。アキナの86ってあんたかい？いや、俺は違うけど、あんたは？ここに来ればアキナの86に会えるって聞いてきたんだけど、俺は小ガシワって言うんだ。え？小ガシワだと？まさか。あいつは今いませんけど、5時には入るはずです。どっか寄るところがあるとか言ってたな。分かった、また後で来る。お客さん、今小ガシワって言いましたよね。もし間違ってたら申し訳ないけど、ひょっとしたら小ガシワケンって。小ガシワケンは俺の親父だけど。ありがとうございました。店長、教えてくださいよ。さっきのお客さんの話、何ですかあれ。小ガシワ剣のことか。そうそう、一体何者なんです。久しぶりにその名を思い出したよ。何年ぶりかな。20年、いやそれ以上楽に立ってるだろうな。その頃俺や文太はいろんな峠へ出かけて行ってたんだ。小ガシワ剣ってのはいろは坂を走っていたラリー屋で、その頃の文太の最強のライバルだった。とにかく切れた走り方をするやつだった。文太とは何回もやり合って、最後の大一番で文太が勝って、それ以来ぷっつりと音沙汰なしだったな。伝説の走り屋と言われた匠の親父さん、藤原文太のライバル、その息子がいつの間にかあんなにでかくなって匠に会いに来るとはな。なかなかいい腕だ。なんだ今のは。何が起こった。すれ違っただけでビリッときた。なんだかわかんないけど、すげえや。バトルの申し込み。あの雰囲気はそういう感じだったな。そうそう、確か栃木ナンバーの SW20。 ミッドシップだから戦闘力高いぞあの車。ミッドシップ。ミッドシップってのはドライバーの背中にエンジンがあるんだよ。普通の車は運転席の前の方にあるけど、ミッドシップは逆なんだ。後輪駆動の場合、エンジンが後ろにあった方がアクセルを上げた時タイヤが滑りにくくなるから、コーナーからの立ち上がりの加速が有利なんだよ。重たいエンジンが車の中心にあった方が運動性能は良くなるという利点もあるし、 F1 のマシンも全部ミッドシップだからな。あっ、来た。はい、藤原豆腐店。こ
小頭、小頭剣か。どういう風の吹き回しだ。お前の声を聞くのは何年ぶりかな。お前が秋名の八六か。いろは坂でエンペラーの須藤に勝ったそうだな。須藤は俺のターゲットだった。あのパンパンやかましいエボ3は地元では敵なしと言われているが、俺なら任す自信があった。もうちょいというところで美味しいところをお前に持っていかれた。だから自動的に俺のターゲットはお前に変更させてもらう。俺はお前と勝負したい。どうだ、返事は。俺はエボ3に勝ったつもりはないけど、そういう話の流れならこっちも逃げるつもりはないよ。いつとは言えないけど、雪が降る前に必ずもう一度いろは坂へ行く。よし、分かった。楽しみに待っている。俺の名は小頭海だ。そっちは。藤原拓海。悪いけど俺仕事中だから。ああ悪かった。あ、それともう一つ、お前さっき秋名を走っていなかった。いいえ。そうか、ならいいんだ。あれ、何してんだ親父。ん、たくみ、今日お前に会いに来たやつがいただろう。 SW20 ってずんぐりした車で。あ、なんで親父が知ってんだ。そいつとやる気か。うん、挑戦されて逃げるの嫌だし。お前負けるぞ。親父、昨日秋名の86のところに行ってきた。そうか、いよいよ藤原の息子とやるか。え、知ってんのかよ親父。ああちょっと因縁があってな。カイ、86に勝つためのいい作戦がある。じゃあね。うん、また明日。あ、たくみくん、たくみくんたらしかとしないでよ。聞いてほしいことあるんだけど、後で会ってよ。なんで俺が。私たち友達でしょ。友達。たくみくん前に言ってたじゃない、俺たち別に付き合ってるわけじゃないって。 だったら友達ってことでしょ。友達だったら相談に乗ってくれてもいいじゃない。たくみくん待ってよ、お願いだから会ってよ。俺忙しいんだよ。お前さ、いつ頃行こうと思ってんだ、いろは坂。やるって決めたら早い方がいいだろう。先に伸ばしても状況が変わるわけじゃないし、だから今夜行く。嘘だろ、マジかよ。俺本気だよ。明日土曜だから学校半日だし、今夜あまり眠れなくても気が楽だろう。お前って呆れるほど思い切りがいいな。あ、それはそうと、お前どうすんだよ例の新チームのこと。うん、入るんだろ。もう返事したのか。まだだけどさ。まだ。チームが本格的に活動するのは春になってかららしいんだ。それまでちょっと時間あるからさ、いろいろ考えてみようと思ってる。考えるって。気持ちは決まってんだけど気遅れしちゃうんだよな。凌介さんも圭介さんもすげえ人だし、あの人たちすごくはっきりとした目的意識があるよな。うん、俺なんかただ漠然と早くなりたいと思ってるだけだからさ。
目的意識ね。行くのか。うん。そうか、手ごわいぞ。向こうは一つだけアドバイスしてやる。どういう風の吹き回しだよ。いいから黙って聞け。一遍しか言わねえぞ。仕掛けるポイントはラストの端の区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことは分かんないだろう。よく聞けかい。相手は藤原の息子だ。ものすごい技術を持っているはずだ。バトルに勝つには技術プラス戦略が必要になってくる。藤原の息子に勝つための作戦をお前に教えよう。まず相手に先行させろ。え？気は確かがよ。そんなバカな作戦はごめんだ。自分より早いかもしれないと思うやつに先行されたら、その時点で負けも同然だ。まともに考えたら抜き返すことは絶対に無理だ。確かにまともなやり方では無理だろう。だからこそ戦略なんだ。え？いろは坂には時としてインベタのさらに内側にラインが生まれる。それをやれって言うのか。いいのか親父、車がどうなっても知らねえぞ。いいんだ、やれ。後から追い抜くのはボクシングで例えれば KO 勝ちだ。誰の目にもはっきりと分かる決定的な勝ち方にあえて今回はこだわってみろ。いいか、カイ、仕掛けるのは中盤を過ぎてからだ。そこまでは何が何でも食いついていけ。その父親の英才教育を受けて、ガキの頃からカートやってレースで何回も勝ってきたらしい。そんな本格的なやつがどうしてストリートに。さあ、それまではバイクでいろは坂最速だったらしいし。ああそうそう、エンペラーに岩城誠二ってやついたろ。白いエボ4に乗ってた。ああ、あの髪を後ろで束ねたムカつくやつな。エンペラーが群馬エリアに侵攻してきた時、みんなあいつ一人にやられちゃったよな。その岩城が最近その SW にあっさりと負けたらしいんだ。ええ？うん？またお前か。いや、今夜はあなたたちに絡む気はないよ、岩城さん。ただ一言挨拶を入れておこうと思ってね。挨拶？今夜アキナの86とここでバトルする。なんだと？よそから来るやつに負け続けるわけにはいかない。俺が止めるよ、須藤さん。てめえ！面白そうな取り合わせじゃないか。アキナの86対カート上がりの小菓子はどういう結果になるか興味津々だ。よく来たな。コースの下見はしなくていいのか。もうやってきた。早めに着いたから一回りしてきたんだ。だったらルール説明だ。スタートは同時、ゴールは3つ目の橋を渡り切ったところ。先にぶっちぎった方が勝ちだ。それでいいな。じゃあ始めるか。間違いない、この86。この前アキナですれ違ったパンダトレノだ。ということはあの時ステアリングを握っていたのは親父を任した男、藤原文太。そしてこいつがその息子。スタンドで会った時ははっきり分からなかったが、今は感じる。こいつは速い。しびれてきたぜ。やるっきゃない。そうか、了解。いよいよスタートらしいですよ。分かった。凌介。
面白いバトルが見られると情報が入ったのでやってきた。勝手にしろ。風が強いな、今夜は。やばいかもしれないな。きっと枯れて散った落ち葉が路肩に大量に降り積もっている。土壇場での一発勝負を左右する気まぐれな切り札になるのは案外この葉っぱかもしれない。気まぐれな落ち葉か。たくみ、どうなんだ。あまり期待しないでくださいね。え、作戦はないのか。おえさん、なんか言ってなかったのか。あ、言ってたことは言ってたんだけど、ちんぷんかんぷんで。おいおい、勘弁してくれよ。もう、がむしゃらに行くだけですよ。頑張れよ、たくみ。俺、お前がぶっちぎるって信じてるからな。じゃあ、行くぞ。5、4、3、2、1、GO! うわ、すげえ、ハチノキが飛び出した。早いぞ、タックミー。すげえ、スタートダッシュはミッドシップが有利なのに、やっぱりハチノキの新しいエンジンはすげえ。確かにこいつはまともな86じゃない。2リッターの 3S よりもパワーがある。相手を先行させてから追い抜くことは KO 勝ちだと親父は言った。上等だ。俺にしたって望むところだ。この速い86を後ろからぶち抜いてみせる。よし、分かった。スタートから86が先行してます。小頭のやつ口ほどじゃねえな。今日一でさえ捉えきれなかった86なんだ。先行させたらノンターボの SW じゃどうにもならねえ。どうかな。え、俺はゴール直前のカウンターに絶対的な自信を持っていたからな。そこに油断がなかったとは言い切れない。だからあえてえげつないやり方を避け、柄にもなくクリーンな走りで行こうとした。そのプライドが墓穴を掘った。とことんえげつなく走れば小頭にも勝機がある。ん、どういうことだ。一言で言えばラインだ。先行する車をぶち抜くための地元スペシャルのライン取りがこのいろは坂にはある。カート上がりの小頭は左足ブレーキを使う。右足はアクセルを踏んだまま左足でブレーキを踏んでフロントに荷重を移しアンダーステアを消す。そうすることでアクセル全開のまま突っ込んでいける。こういう個性的な峠はやっぱ地元じゃないとわからないこともあるんだろうな。小頭の方はいろいろと作戦とか考えてると思うから、匠は不利だよ。でも匠の親父さん、小頭の親父と昔ここで勝負して勝ってんだろ。ああ、その時の体験を生かしたアドバイスをしてくれたんじゃないかと思ったんだけど、匠のやつちんぷんかんぷんと来やがった。やばいよ、匠のやつ。やけに葉っぱの多い夜だ。おまけに風のいたずらで吹き溜まりがある。乗せればズバッと行く。やりにくいな。だけどこの条件は先行する86の方がきついはずだ。いつどこで滑るかわからないからな。走りにくい。こうなったら滑るよりこっちから滑らせていくか。早めに後ろを出して4つとも滑らせていきゃいいんだ。なんてやつだ。自分から吹き溜まりに。滑りやすい路面こそドリフトってわけか。手ごわいぜ藤原匠。生半可な仕掛けは通用しない。今
ろは坂のヘアピンには時としてインベタのさらに内側にラインが生まれる。あれをどこで仕掛けるか、そのタイミングが重要だ。はい、こちら33コーナーです。エキゾストーンが大きくなってきました。もうじきこのヘアピンに来ます。そうか、来たら実況してくれ。そろそろ始まるぞ。え、嫌な感じがする。はっきりとは分かんねえけど、何か仕掛けてくる。もう待てねえ親父、そろそろ行ってもいいだろう。ピリピリと伝わってくる感じがある。何かが来る。仕掛けるのはこの先の33コーナーだ。来た、来ました、86先行。ここだ。なんだ、なんだ、どうした。何、 SW がインのそのまたインをついた。なんだと、86を抜いたのか。86が抜かれた。地元スペシャルか。やったな、小柱のやつ。なんだって SW が86を抜いた。え、33コーナーでか。おい、すごいバトルになってきたぞ。あんなヘアピンでどうやって。聞いたか、きついぞこのバトル。うったくみインベタのさらにインは空中に描くラインだ。高低差の大きいイロハ坂特有のヘアピンカーブだからこそ実現可能な掟破りの地元走りだ。この勝負勝った。負ける、このままじゃ負ける。予想はどうだ、兄貴。残りのヘアピンの数は11。勝負はまだわからない。どういう意味だ、凌介。京一、お前の言う通りの展開になった。しかし、仕掛けが早すぎたと思わないか。早すぎる仕掛けは、相手に精神的なダメージから立ち直る余裕を与える。見えた、今37コーナー。このままでは差が開く一方だ。チッ、なんてやつだ。よし、もう一丁いくか。おい、どんだ。いけ。なんてやつだ。一発でジャンプをクリアしてきやがった。まるで峠センスの塊みたいなやつだぜ。けど一度俺を前に出したらノーチャンスだ。俺はこのままゴールまで突っ走る。絶対に防げない走行ラインだと。どうしてそれを匠に教えなかったんだよ。イロハ坂は下がっていくと最後に橋とトンネルがあるだろ。おお、勝負かけるならその最後のポイントしかないぞって匠に言ったんだ。そこに差し掛かるとき絶対お前が後ろにいるはずだからって。あいつピンとこない顔してたけどな、今頃は意味わかってるかな。抜き方のアドバイスはしたのか。一応な。もし俺の言ったことを理解できていれば抜き返せる可能性は 50% ぐらいある。なんだよ、たったの 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ、
全力で逃げる相手がいるんだ。ムンタ、今度はお前が悔しがる番だぜ。めちゃめちゃうまい。抜かれて後ろから見るとそれがよくわかる。直線の速さは同じくらいだけど、恐ろしくコーナーが速い。ついていくだけで目一杯なのに抜き返すチャンスなんて、親父が言った通り負けるなこりゃ。そういえばあの時なんて言ってたっけ親父。仕掛けるポイントはラストの橋の区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろ。わかるんだよそれが。ま、これからが重要だ。黙って聞いてろ。この時期のいろは坂は道路脇の茂みが枯れ始める。それがお前のチャンスだ。え？1個目の橋で花面をねじ込んでしまえば、2つ目の入り口は狭いけどギリギリを通す。お前の技術なら並んでいける。もつれて3つ目に飛び込めば、あとは運だ。せいぜい頑張ってこい。親父は古賀シワがあのジャンプで来ることまで読んでいたわけか。だけど肝心のその先が分かんねえ。茂みが枯れ始める頃だってどうしようってんだよ。あと一つ、次が最後のヘアピンカーブ。その先の中高速セクションに入ればもう手も足も出ねえだろう。気分だぜ親父。何もかも作戦通りだ。あ、道路脇の茂みが枯れてアスファルトの段差が見える。わかった、あれをやれっていうのか。ここしかない、ラストチャンス。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。クソタレが。来るぞ。どっちが頭だ。うわ、2台並んできた。ちっとでもラインを外せば両方ともコンクリートの壁に突っ込むぞ。地元の俺が落ち葉にやられるとはな。しかしすごいやつだ藤原拓海。八六が勝った。小頭のやつゴール寸前でスピンしたそうだ。そうか兄貴。帰るとするか。ペースかい。ああ。藤原拓海、やつはでかくなる。群馬エリアだけでとどまるスケールじゃない。凌介が目をかけているわけがよくわかるが、いずれ凌介さえも超えていくドライバーだ。そうか、わかった。こっちも撤収する。終わったってよ。勝ったのは八六だ。万歳、たくみが勝った。いった、すげえぞ。これから新八六伝説が始まる。すげえよな、明の八六。おいおい、泣くな池谷。だって嬉しくって僕だって泣いちゃいますよ。
うまく避けてくれて礼を言うぜ。おかげでどこもぶつけずに済んだ。これは親父の車だから、できればへこまさずに返したかったんだ。俺も同じですよ。前に一度その車にアキナですれ違ったことがある。俺その瞬間に思ったんだ、これは叶わない相手かもしれないって。お前の親父さんと勝負するわけでもないのにな。そのくらい強烈な印象だったよ。まあ結果的に負けたわけだから予感が正しかったってことだろう。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらった。すごいよ、お前とお前の親父は。またどっかでやろう。腕磨いとくわ。じゃあな。そんなのやだな、寒いのは。からっ風吹くしさ。たくみ、お前卒業したらどうするつもりだ？卒業か。そうだよ、大学に行くつもりはねえんだろ。まあな。専門学校とか行く気か？それもな。まだ決めてないんならさ、俺と一緒にここへ就職しねえか？ここへ？俺さ、店長に頼んで4月からここの正社員にしてもらおうと思ってんだけどさ。なあ、お前もそうしろよ。ぼーっとしてるうちに時間はどんどん過ぎてくんだぜ。お疲れ様でした。ちょっと違わない？この車。たくみくんの椅子も違うし、走ってる感じもどことなく。ねえ、たくみくん、クリスマスはどうするの？別に。ねえ、家とかでパーティーとかやんないの？子供の頃からクリスマスだからって特別なことをしたことないよ。俺んち母親いないし。そんなことよかさ、俺に話すことってなんだよ。私ね、ベンツの人ともう別れたよ。そんなこと俺には関係ねえって。嘘だよ、そんなの。本当に関係ないって思ってるならシカトしたりしないよ。夏希のこと意識してるからシカトするんでしょ。夏には二人で海に行ったし、キスだって裏切られたと思ってるから匠くん怒ってるんじゃない？ごめんね。夏希はね、また前みたいに匠くんと仲良くしたいんだ。俺は嫌だ。そんな簡単に頭切り替えられねえよ。夏希もそんなの嫌だ。最後まで諦めない。絶対匠くんと仲直りする。一つ聞きたいことがあんだけど。お前結構モテるし、誰かと付き合いたいんならいくらでも見つかるだろう。お前らしくないよ。なんで俺なわけ？なんでって理由なんてないよ。好きだからに決まってるでしょ。Thank you.
なんか雪でも降りそうな感じですね、この天気。確かに寒いよな、今日は。それより月、お前クリスマスどうすんだ？どうすんだって、決まってるじゃないですか！やっぱ友達とパーティーか？高校最後のクリスマスだもんな。違いますよ、バイトですよ、バイト。我が愛車のレビンのタイヤ、冬用のスタッドレスタイヤに履き替えさせなきゃいけないですからね。俺ん時と一緒だ。それで、たくみは？たくみ、なんかひどいっすね、ボケっぷりが。今日は特にな。あのさ、親父、俺、もうすぐ卒業だろ。だから好きにすりゃいい。豆腐屋になろうと何になろうとな。イブの夜に暇してるやつもいるもんだな。他に行くとこねえのかよ。いや、それを言われると、いや、いいじゃねえか。今日はどこ行ってもロンリーは辛くてさ、右を向いても左を見てもカップルだらけですからね。こんな日はみんなでパーッとうまいもんでも食いに行こうぜ。それもいいね。お前らはどうする？もちろん行きますよ、暇だし。たくみは？金ないからやめときますよ、俺。うわ、あんた相変わらず付き合い悪いな、お前。豆腐屋、豆腐、あった、やっと見つけた。よし、行くぞ。冷えてきたな。この分じゃ山は雪だな。あの豆腐じゃなかった。たくみくんの友達なんですが。あいつならバイトからまだ帰ってねえけど。そうなんですか。いえ、いいんです、なんでもないです。どうも失礼しました。なんか行商のおばさんみたいだな。あのさ、あんた荷物も重そうだし、うちの息子に用があって来たんなら直に帰ってくると思うから、上がってお茶でも飲んでなよ。え、いいんですか？つまんねえな、クリスマスなんて。お茶しかないんだけど。お、そうか、大荷物の正体はそれか。かわいいでしょう。ほら、このツリー、こんな仕掛けも。おお、綺麗だな。86、それは手作り、私が作ったの。たくみくんってその車大好きみたいだし。たくみのやつ、おせな、どこほっつき歩いてんだ。何時のお約束だい？いや、それが約束してるわけじゃないんです。アポなしの押しかけクリスマスパーティーなんです。これください。はい。さっきから思ってたんだけど、あんた夏頃ちょくちょく電話くれた子だろ。ええ。ぷっつりかかってこなくなったんで、どうしたのかなと思ってたんだけどね。ちょっといろいろあって、たくみくんに嫌われちゃったみたいなんですよ。このまま卒業しちゃうの嫌だなと思っていろいろ頑張ってるんだけど、なかなかたくみくん許してくれなくて。どういう事情か知らねえけどさ、
許すとか許さないとかそんな偉そうなもんでもねえだろう、匠なんて。多分あいつは本気であんたのことを嫌ってるわけじゃねえと思うな。あいつはガキのくせに変に頑固じじいみたいなとこがあってな、一度意地になるととことん肩肘を張る癖がある。おまけにそういう時はだいたい態度と頭の中はあべこべだったりするんだよな。ただいま。あれ、誰か来てるのかな。うわっ、メリークリスマス。なんだよそれ。メリークリスマス。お親父まで何やってんだよ。メリークリスマス。やったのジェスメー。次何行きましょうかね。あいつアルコールが入ってるわけでもないのに寂しいな。みじめ、まこちゃん。あら、いやー、やっぱ走り屋に女は偉いっすー。たくみくん、ツリーそっち置いて。ああ。夏樹はちっちゃい頃からクリスマス大好きだったんだよ。だからたくみくんとクリスマス一緒にしたかったんだよね。ほら、いつか言ってたでしょ、クリスマスなんかやったことないって。じゃあケーキ食べよう。ケーキ、じゃーん。おー、ろうそくつけて。親父、火。ああ、電気消すよ。ああ。なんだ、親父寝ちゃったのか。あれ、たくみくんさ、卒業したらどうするの。まだ決めてない。模擬は決めたのか。私はね、今までフラフラしてたけど、このままじゃいけないって思ったの。自分のやりたいこと見つけたいって。だから東京の学校に行くことにしたの。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ああ、おめでとう。こちらこそ今年もよろしくな。正月は結構客が多いからみんな頑張ってくれ。任せといてくださいよ店長。張り切ってるな、あいつき。そりゃそうっすよ、4月からここで正社員として働くんですから。あっ、あそこの掃除がまだ。4月から毎日ここでいつきと顔合わせんのか。なんだか嬉しいやら悲しいやらだな。あー、ほら、たくみ、そこでボッとしないで。まどっきまどっき、仕事なら自分で見つけるからダメなんだぞ。お、言うな。そりゃ社会人としての心構えが違いますからね、たくみとは。いや、夏樹ちゃん、正月だってのによく頑張ってくれてるね。え、いろいろと遊びの予定もあったんじゃないの。いいんですよ、今はバイトしてる方が楽しくて。ああ、そう。バイトして初めて分かったんです、働いてお金を稼ぐことって本当に大変なんですね。うん、まあね。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご注文は何にいたしましょう。お決まりになりましたら。夏樹？え？どうした？冷てえじゃねえか。俺の顔忘れたのかよ。あ、ミキ先輩。とりあえずチーズバーガーとシェイクもらおうか。あ、はい。チーズバーガーとシェイクオールワンです。あ、バイト終わったらドライブしねえか。送ったってやるよ。いいよ、そんなの。なんだよ、警戒してんのか。
別に取ってこうと思っちゃいねえぞ。わかった、今日はもうすぐ終わるから。正月休みでこっちへ戻ってきてるんだけど、驚いたぜ、お前がバイトやるなんてな。なんか感じ変わったね、先輩。そうか、普通だぜ、普通。お前も変わったよ、大人っぽくなったっていうか、前より色っぽくなったぜ。お前さ、男いんのか。そんなこと、先輩に関係ないことでしょ。なんだ、その言い方じゃ男はいねえな。だったらさ、俺と付き合えよ。また昔みたいにいろいろと楽しいことしようぜ。お前だって俺のこと忘れられねえんじゃねえのか。ここでいい、止めて。なんだよ、怒ったのかよ。先輩、悪いけど夏希は先輩と付き合うつもりはないから。付き合ってる人はいないけど、今すごく好きな人がいる。すごく大切な人だから。じゃあ。じゃねえか、もう少し付き合えよ。その大切な人ってのの話聞かせてくれ。怖い、この人。お疲れ様でした。お先に失礼します。お、本格的に降ってきたな。あ、そうだ、匠、俺ん家寄ってかねえか。そうだな、どっちでもいいけど。どうせ家に帰ってもやることねえんだろ。うん。どこへ行く気？じっくり話そうじゃねえか。邪魔が入らないとこだよ。夜は長いぜ。匠くん。その時池谷先輩がさ、俺、匠どうしたん？やっぱ今日はやめとく。なんでだよ。なんとなく気が乗らないんだよ。それに親父が新年会に行ってるし、酔っ払って車で迎えに来いって言うに決まってるんだ。ほっとけよそんなの。じゃあな。ちょ、そろそろ親父離れしろよな。うん。夏樹、昔俺たち楽しくやってたじゃねえかよ。お前俺の言いなりでなしてくれたじゃねえか、昔みたいにな。いいだろう。やだ。どうしてだよ。昔と今とは違うの。ざけんなよ。お前いつからそんなつまんねえ女になったんだ。昔はもっと軽くてノリのいい女だったのによ。本当に好きな人ができたら変わるんだよ。カッコつけんじゃねえ。くそ。はい、もしもし。助けて、匠くん、水見て。もしもし、モピカ。もしもし、なんだ、どうしたんだ。もしもし、もしもし。ふざけてる感じじゃない。湖、秋の子。今、匠とか言ったな。お前まさかその好きな人って藤原のことじゃねえだろうな。その顔はそうなんだな。くそ。そりゃねえだろう、夏希。よりによって藤原となんか仲良くやってんのかよ。いい加減
やめろよそんな話。なんだ匠、てめえ上級生に向かってその口の利き方はどう。思い出したかもねえぜ。また殴られるよ匠くんに。助け呼ぶんなら相手考えろよ。藤原なんかここまで来れるかよ、車もねえのに。来るよ匠くん、山道を走るのが早いから。車持ってんのか。くそ、こっかい。離して。うるせえ、車に乗るんだよ。引っ張らないで。さっさとしろよ。ここにいたんじゃ邪魔が入ることもあるからな。山降りて場所を変える。覚悟しとけ、俺の気の済むまで絶対に返さねえ。この人マジで切れてる。どうしよう匠くん。こいつについてくんな無理か。匠くんならついてこれるもん。運転うまいから。話になんねえや。うまい下手の問題じゃねえんだよ。こっちは 4WD だぜ。 4WD が雪道に強いのは世界の常識なんだよ。雪道でこれだけの猛スピードだ。あとカーブ3つも曲がれや藤原の車は見えないぐらい遠く。こんなバカな。くそ。ありえねえ、 4WD があんな FR のポンコツに。車のせいじゃないよ、運転が遅いだけかも。何？てめえよくも俺をそこまでこけに。前見てないと事故るよ。くそ、金魚のウコじゃあるねえし、これならそうだ。ダメだ、わからねえ。頼む、避けてくれ。モギ、タクミくん、来てくれたんだ。一体何があったんだよ。
わけわかんねえからとにかく吹っ飛んで来てみたんだ。その車誰なんだ、知ってるやつなんだろう。車の中で話すから行こうよ匠君。怒ってるの？ごめんね、夏樹が美希先輩の車に乗ったから。別に。匠君、送ってやるからとっとと家帰れよ。やだ、このままじゃ帰れない。今言わないともう二度と言えない気がするから聞いてほしいの。夏樹が前付き合ってた人、匠君も知ってるベンツの人、あの人からお金もらってたの。夏樹ね、そのことを今すごく後悔してる。あの頃お金をもらった代わりに何か大事なものがどんどんなくなってく気がしてた。夏樹がバイト始めた本当の理由は、働けばそのなくした何かが取り戻せると思ったから。そうやって頑張ってるところを匠君にちゃんと見て分かって欲しかったからなの。あ、もうダメだ。男の子の前で泣くなんてかっこ悪いから絶対したくなかったのに。もう最低だよ。いつからこんなに泣き虫になっちゃったんだろう。ごめんね、ごめんね匠君。俺も言っておきたいことがある。正直な気持ちだ。俺お前のこと好きだ。俺とバトル？お願いします。俺の新チームに参加するかどうかの返事はまだだが。それを今度のバトルで決めたいんです。お願いします。わかった。条件は？凌介さんが先行で俺が後追い、場所は赤城で。勝てるなんて思ってません。ただ前回秋名だったから、今度は凌介さんの地元でやってみたいなって。そうすれば答えが見つかる気がするんです。いいだろう、今度の土曜楽しみに待っている。セッティングを教えてくれだと？うん、アドバイスしてくれるだけでいいんだ。俺自分でやってみたいんだ。今度は誰とやるんだ？ FC、 いや俺。自分自身か。いよいよ卒業ってわけか。それじゃあ始めるぞ。ゴー！すげえ！あっという間に。あれはツインドリフト。見事なものだな。藤原の気持ちが痛いほど伝わってくる。お前は今自分の限界までただひたすら走ることだけに集中しているはずだ。見せてもらうぞお前の走りを。すげえな、八億もすげえ。あいつの走りはオーラを感じるぜ。おい、たけし、あんまり近づくなよ。お？知らねえ奴が見たら俺たち仲がいいみてえじゃねえかよ。ああ。どう
うなんでしょうね、ケスケさん。ケンタ、凌介が地元のコースで負けるはずがない。だけどもしもってことが。どっちでもいいんだよ。え？このバトルには勝ち負けは関係ねえ。どっちも本気で走ればそれでいいんだよ。うらやましいぜ、あんな本気の走りができる二人が。すごい、やっぱりすごい。アキナの頃とは比べ物にならないほど進化している。お前と走っていると、完成しているつもりの俺の走りにまた新しいものが見えてくる。バトルをしていてこんなに楽しい気分になるとはな。何もかも吹っ切れた。この人についていけばいいんだ。寄ってんのは楽やな。なあ、この後どうする？俺ん家で青春の思い出でも語り合うか？え、ああ、俺、その…ああ、お前ひょっとして、モギと二人っきりで？いや、その…いいんだ、いいんだ、行ってこいよ。どうせ俺はラーメンドライバーさ。寒いて、イカタリ先輩と語り合うの、寒いっすか。湖の氷、すっかり溶けちゃったね。だんだん暖かくなっていくんだね。たくみくん、地元の運送会社に就職決めたんだよね。ああ、俺、車から離れた生活考えられないから。離れるの嫌だな。分かってたけど、やっぱり嫌だ。ねえ、たくみくんも一緒に東京行こうよ。ね。俺は残るよ。え？俺、去年の秋から考えていたことがあるんだ。俺の夢ってなんだろうって冬の間ずっと考えていて、やっと気がついたんだ。車に乗ることが好きだから、誰よりも早く走りたいから、俺プロのドライバーになりたい。そのために地元に残るんだ。そのために？俺は今度できる新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。そして誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたい。すごい、すごいよ、たくみくん。すごいよ。夏樹は寂しいけど我慢する。たくみくんがいなかったら、夏樹の高校時代はきっと嫌な思い出ばっかりになってた。たくみくんがいてくれたから、
楽しい思い出いっぱい作れたんだよ。夏希は匠くんと釣り合ってないよね。でもいつまでも絶対忘れないでいる。匠くんとの思い出は夏希の宝物だから、頑張って夢を実現させてね。匠くん、匠くん、夏希も負けないように頑張るから。Thank you.